あら。そっちか。いただきます。ありがとうございます。音を聞きしてることで、そう、今鳥の音を聞きしてることで、そう、もう厳重な音を聞きしてるはず。爆発しろみたいな感じですけど、私はいやいやいや、そういう意味じゃないですよ。なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、鳥の枯れ花ですよ。鳥の枯れ花鳥と鳥の枯れ花のですよ。練習してる？え？ではだ。あー。満杯になってる。いつの間に？結構満パンみたいになってる。あー、慣れ必要かもですね。骨のカゴ作っときますね。もう一個。ちょっとこっからもらっちゃいます。そうそう、ここもか。次のより集めに行くか。どう？リア充はね、もう爆発しろって思う。もうリア充は爆発してほしいと思ってますもんね。はい。私リア充、覚醒ですよ。リア充ボ、あ、じゃあリア充撲殺追尾式、撲殺首が、撲殺釘バットだったけど。あれ？あら。マジか。ここだと思います？じゃあ、3択で。大学、高校、中学、どれだと思います？バレた！やばい。中学ですね。はい、ごめんなさい。はい、なのにこんなゲームやってますよ。なんか毎回高校生とかなんですけど。
18歳以上のゲームだとしてもやりますから。もう親にアマゾンで買ってってねだって買ってもらうのと、どうなんだろう、あとはもうこういうゲームではもう勝手に、あ、支払いっといてねみたいな感じで親に支払い行かせて買ってもらってますよ。どうせ出かけるついででしょみたいな感じで。もう親が普通に買ってくるよって言ってくれるんで。めっちゃ優しいですよ、これは。というよりも、親というよりも、お母さんが一番厳しいんですけど、本当にうざいっていうくらい厳しいんで、あ、言ったらあかんかみたいな。ああ、いや、なんかグロいのが好きな人に勧めたらいいじゃないですか。私、グロいの平気なんで、普通に。私みたいな人になるとですね、グロいのが平気になるんですよね。まあ、そうなんです。普通は。でも私、もう、それでも私はもうこういうゲームをしまくりますよ。好きですからね、私。もう気にしないですよ。こんな気持ち悪いグロいなとか。たとえどんなにグロくてもやるかもしれません。消える。雨ざらしになってる。でで、雨水を飲んじゃおう。どうも、じゃあ雨水を飲むのかいですみたいな。はい、ごめんなさい。たまにこんな風にふざけるんでね、ごめんなさいね。なんかこれ固定メンバーに、好きな人か、好きな人は、ね、いないですね。まあそんな理想高くないですけど、ミルさんめっちゃ叫ぶな。あ、それなのであれば、なんだったっけ、好きな人というより元彼氏はいますよ。まあ彼氏としてカウントしていいのかわかんないですけど、いや彼氏としてカウントしたくない人が彼氏としてカウントしなきゃいけないのかな。いや、ただの相手が付き合ってたと思ってただけっていう。私、全く付き合う気なかったんですけど、正直。あれ？引っかかってないのになんで？私が引っかかったやんけ。あれ？
いや、ごめんなさい。私が引っかかりました。思いっきり罠に私がドーン突っ込んだりだよ。引っかかりましたね、私が。こいつは私たちの骨になってもらいましょう。寒い、寒い、寒いよ。あ、骨持ってってもらって大丈夫ですからね。まあ、サバ主ですけど、逆になんか自由にしてもらいたいんですよね。ほとんどの人に。そう。でも、あんまり。ここが足りない。あ。マジっすか。多分、明日とか明後日とかも、本当に開いてますよ、ここ。あと、お肉焼いてるんでよかった。お肉よかったら食べてくださいね、焼いてるんで。有毒の武器。有毒の。天然コブか。これか？違う。マジか。知らないな。わかんない。毒の実ってどこなの？土天然って言うんだ。知らなかった。よかったら食材本当に食べてもらって構わないんで。あ、オッケーです。バズさ、いつまでもやってるんで、またやってたら、来てくださいね。本当に結構やってる時間が長いんで。多分今日は12時ぐらいまでやってますよ。夜中のですけどね、夜中の12時までやってますから。時間があれば来てもらえたら嬉しい。でも私もご飯どうしようって考えてるんですよね、正直。まあご飯の時は一旦サーバー落としますけどね。あ、セーブしたのかな？セーブしないと装備全部消えちゃう。ですね。そうですよね。あら、スナックとかが1個になっちゃってる。あ、はーい。まあ、このサーバーが閉じてるときは私が夕食に入ったことだ。そういう感じですね。他の時間は、やってると思うんで。やってたら、嬉しいです。うわ、マジか。原住民倒さなきゃな。はーい。正直ここら辺で落としてもいいんだよな。
あれは欲しかった。あ、そろそろ落とした方がいいと思うんで、あら。セーブしてもらって、皆さんセーブしたら OK とやってくださいできれば、はーい、あ、 OK ですか、セーブできてます、はーい、じゃあもうこの敵倒さなくていいかな、倒さなくてもいい気がしてきた。じゃあサバ落としますわ。はーい。じゃあまた落とします。はあ、終わった。疲れた。嘘、全然疲れてない。疲れてねえよ、まだ。この部屋楽しかったな。てか、女性ホストって珍しいな。ジャパニーズリミテッド、ユータ、ここも入ってるの。これずっとあるの。でもね、ディスコードめんどくせえな。何中なん？あ、じゃあ一旦ここで区切ります。